おはようございます、カーピです。今回はベストナインタイトルホルダーの第2弾第3弾の組み合わせ予想をしてみたいと思います。2017年のベストナインゴールデングラブタイトルの獲得選手で登場するであろう選手は36人いて、第1弾で登場した選手を除くとご覧の顔ぶれになります。セリーグ12名、パリーグ12名、計24人が今後出てくると思われます。これらの選手を12人ずつに分けるんですけど、できるだけ均等に割り振るとしたらこういった条件が考えられるかなと思います。上からソフトバンクは6人いるので3-3になるだろう、カープは4人いるので2-2になるだろう、阪神の中継ぎは2人いるので別々に出るだろう、ホークスの先発2人は別々に出るだろう、などなど、まあこんな感じで似た属性のものは分けるっていう考え方をベースにしています。もちろんこの通りに割り振られない可能性もあると思うんですけど、私が運営ならこういった考え方で割り振って、できるだけ第2弾第3弾のラインナップを均等に分けると思うんですよね。そしてこの条件を満たすように割り振ってみたのがこちらになります。いかがでしょうか。こういうの考えるのは判断推理やってるみたいでちょっと楽しいですよね。ただなかなか均等になるようにかつ条件を満たすっていうのは難しい。でも考えるのは楽しいです。そしておそらく第3弾の方がより豪華になるんじゃないかなと予想してます。理由としては去年のタイムスリップ第5弾、この第5弾がめちゃくちゃ豪華だったんですけど、おそらくスピリッツが2600に上がる直前で2500の選手のガチャを引かせるためだったと思うんですよね。今回のベストナインタイトルホルダーも同じ理由で開幕前の第3弾をより豪華に設定してくるんじゃないかなと予想します。皆さんはどんな組み合わせを予想しますでしょうか。いろんな意見があると思いますので、皆さんがどんな風に考えるかまたコメント欄にお寄せください。楽しみに読ませていただきます。今回もご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お待ちしています。ではまた次の動画で会いましょう。